捜作氏は、捜作を、死の名とする氏族。下佐国捜作軍を、苗字の地とする。物延氏系の氏族であり、聖和連。物延捜査作連。創作宿根時代を通じての特徴は、珍珠府の高官を排出したことである。公認2年の江戸政党後の、日本語記、俗日本語記に見える、陳樹将軍は、上和7年に、 おはるはまあるじが認じられるまで、いずれも、捜査士であった。公認2年の江戸政党時に、珍珠副将軍であったモノベ捜査質次は、政党後の公認3年2月10日に、珍珠将軍に進み、外十五位下から十五以上に少女している。上和元年3月16日上に、下想黒人、陸、奥氏神進む軍外、十五5下君六等。 物の部総裁蓮熊井の志士、村寺を改めて、宿根をた物日、また、元織を改めて、左京二条にカムフス。昔、物の部小時代連節を天朝に鈴日、入れて、坂道を制し、外貨して帰り放ず。この航空に借り、仮想国に特設しめ、初めて、総佐軍を立つ。直りて持つて、死と、試す。これすなわち熊井の志士等の備わり。 と記され、物のべ捜査連氏が、物の部商事を外すること、物のべ捜査連熊井の志士が、少ぬ生を賜って、本願を平安左京二条に移したことが見える。この後間もなく死の名は、捜査と改められた。熊井の志士のこと見られる、捜査末森は、上和四年四月と上和六年四月に、鎮守将軍であったことが知られ、上和十年二月十日には、外十五位下で、 安防守に任じられている。官武兵士流で、平城剣の子常宏が、捜査八郎常宏を称し、また、常宏の弟常坊も、捜査士を称した。あるいは平城清志の子常成が、捜査軍を領して、捜査士を称しており、捜査南城僧を所領とし、昭円領主のキ木熊の山領の月食も、掌握していた。なお出自は、官武兵士は、仮置かせであり、 上記の物のべ系の子孫であるともされる。自称、樹衛の乱での動向は不明であるが、捜査法上層を本拠としていた、藤原新星が、千葉つね種に敗れ、数佐広常が中殺されると、捜査南上層は、平城圏の小千葉つねへのいつおしいな種てるに譲られる。一門の椎名氏が、自動職を得てその支流は、省内各地に分布し、このため捜査氏は勢力を失った。 ありがとうございます。